皆さん、こんにちは。芸能緊急サプライズチャンネルです。藤井聡太二冠への決意を羽生吉原九段が語る。ファンも心待ち、その内容とは。では、早速言ってみましょう。近年、藤井聡太二冠の活躍が目覚ましい。2020年は棋聖、王位と最年少でタイトルを奪取し、世間を大いに驚かせた。さらに近い活躍では、 竜王戦2組ランキング戦準決勝での松尾歩八段と対局でただ捨ての絶妙種、4一銀、で、させる人類がいるなんて、や、神の一手、と何人ものプロ棋士の解説や SNS 上を唖然とさせたり、プロ将棋界唯一の団体戦である、第4回アメバトーナメント、の予選 A リーグ、第2試合でのチーム藤井とチーム三浦の対戦で三浦博之九段との2回目の対局で見せたあまりにも神がかっている桂馬の超スピードの予選 でたった58手で相手を投了に追い込んでしまったりと見ている者に衝撃を与え続けているそしてついに藤井二冠が獲得しているタイトルの規制の挑戦者が決定となった第92期規制戦挑戦者決定戦が4月30日に東京と渋谷区の将棋会館で行われた渡辺明三冠と長瀬拓也王座の対局 激闘の末、先手番の渡辺三冠が129手で勝利となった。藤井聡太二冠は初防衛戦となる。渡辺三冠は去年とは逆の挑戦者としての立場で五番勝負に臨む。ところで、あの人がこのようなことを語っていた。 それは、将棋のハブ吉シ九段が4月27日にオンラインイベント、ニコニコネット超会議2021、出竹豊騎手と、超レジェンド対談、竹豊とハブ吉シ32年ぶりの開校、のトークショー知だった。両者ともに、今後の夢、についても語った。竹騎手は、外戦門賞で勝つことが具体的な目標。 松山秀樹さんがマスターズで優勝した姿を見て、改めて、凱旋門賞で勝ちたい、と思った、と話すと、羽生九段は、藤井聡太さんとタイトル戦で顔を合わせられたら、ぜひ実現できたらいいなと思う、と明確な目標を掲げたのだった。ファンに向けて、行動することが難しい時代だが、一歩進んでみることが大事、と羽生九段。竹騎手は、好きなことに一生懸命になってもらえたら、 私たた。ちも頑張っってていいきます、と語っていたここからは私の感想なのですがブ・ク九段はこれだけ長く活躍しても向上心や目標を持ち続けているのがすごすぎます中原誠衛星名人が引退するとき悔いがあるとすれば羽生さんとタイトル戦を戦えなかったことと言ってました藤井聡太と羽生善治のタイトル戦は全ての将棋ファンの夢とも言えますしね ぜひとも藤井二冠とタイトル戦実現してほしいです。心待ちしております。以上となります。いかがだったでしょうかよかったら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。